豊さん北川景子さん浜田岳さん山中崇さん伊藤史郎さん いかかがでしたかご自身の初主演作の脚本をまず読まれた時の感想をこの年までおめおめとずっと長いこと俳優やってますと初主演と言われることほど恥ずかしいことがなくてですね <laughs> あの本当に意識はあんまりしないんですね <laughs> 俳優部っていうのはそんなに主演だろうが助演だろうが助演っていう意識もないですしまず役を演じるっていうことに関しては変わりがないわけですけれども。 とっっても心配だったんですよ、ね、いやあの本当にこの台本いただいて奥様役が北川さんだって聞いた時に <laughs>、はい、とにかくそこに学く然としましてそうですあの <laughs> 本当に見てるお客様が「夫婦に見えねえだろこの野郎」って言われたらどうしようっていう気持ちでいっぱいでやっぱり初日にも北川さんとお会いした時点で「はい、えそんなに年の差ありましたっけ?」みたいなことを言われて、うん、これがお芝居なのか。 本当の方が分かりませんけれどもいやいやその言葉に救われて今日までたどり着いたというところですねいえいえ私はもうすんなり初日から夫婦になれたなと思っています、はい、ありがとうございます本当にさっき松重さんがこんなに長いこと役者やってておめおめとって言ったんですけど私はどうなるんですかね <laughs> おめおめどころじゃないですよ61年もやってるんですから先輩それいじめないでくださいよ <laughs> <laughs> 私は実生活では娘がいません え男3人なんでドラマの上でいつも娘ができることを嬉しく思ってますでも今回も嬉しく思ってたら連れてきた男がこの男なんで頭真っ白になりましたよ本当に、えー、そこへ持ってきて無精神男じゃないかなんていうも出てきてこれじゃあ伊藤家は途絶えちゃうじゃないかあ伊藤家じゃないのかこれは <laughs> い夫婦関係を築く上で何か こう大切にししてていいいるルールーっううのはございますでしょうかやっぱり会話をするっていうことが多分一番だと思うんでうちは7時のニュースというのを NHK の7時のニュースを毎日録画してまして朝ごはんの時に食べてそれでああだこうだ言い合うというねあの煽り男はハゲてるねとかっやっぱ当たったとかそういうくだらないことでいいと思うんですよ。<laughs> 当たり前だと思わないことっていうのを心がけてますね。 あの掃除をするのはお前が当たり前料理作るのも当たり前これがあまり良くないんだと思いますですからわざとらしく何か食べて「わあ美味しかったありがとう」っていうのも嫌だし何かそういうものっていうのは気持ちの中にあれば顔に出るんじゃないかなと思いながら53年やってきましたえですからそれが正解だったんじゃないかなとは今思ってます。いいやーなんかこうすごい って私はまだ 3, 3年半と少しぐらいなんですけれども私たちはまだもしかしたら探り合っているようなところもあるかもしれないんですけどこう長く細く長くで続けていかれたらいいなっていうふうにお話をお聞きして思いました、はい、素敵なお話ありがとうございました。